して、うん、これ上から出てくるときに何を教えてくれるかというと天気と株価ですね、うん、なんで株価なんでしょうどうでもいいわけです、うん、指を2つ使えばいいということですのであのちっちゃいと見せないですね横に倒していただくと画面がちっちゃいなんか違うところに行っちゃいました大丈夫ですよ天気から何かがこう降りて上から出てくるときに何を教えてくれるかというと天気と株価ですね、なんで株価なんでしょう小さなパソコンが、まあ、ホッケやバッグに入っている、うん、で外でもネットにつながるそして調べたいところ例えば銀座に行ってなんか甘いもの食べたくなっちゃったとか言って、うん銀座甘味どころとか言って探したとしますね、うん、電話番号が書いてあった、うん、ただポンって押して今から3人入れるかしらなんていうということができる、うん、そういう一連のことが1台でできちゃうっていうことなんですね、うんうん